戦う救急アニメ、救え、ボジョリれ第2話、胸骨圧迫の仕方。では続いて、胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージについて説明しよう。はい。はい、救急ドラマ、ジョンを救えなんでお父さんが主役なんだよ 人が倒れた何があったんだとりあえず安全なことを確認して。おーい勇気を出して、大丈夫ですかと声をかける。と、このように、反応がなかったら大丈夫じゃないからすぐに。119番と AED お願いします !119 番と AED お願いしますと大声で応援を呼び。 AED を持ってきてもらいます。ん<え> ?119 番と AED お願いします。すぐに救急車呼ばなきゃ。もしもし、西公園で人が倒れています。次に、助けを呼びながら、息をしているか確かめる。息をしていなかったり、いつも通りの息でない時は心臓が止まっている証拠。すぐに胸骨圧迫開始。第1話で習った胸骨の上を、 手のここを当てて、力強く押す。肘を伸ばして1分間に100回。アッパ君があったらみんなも一緒に。こんな感じのリズムで押し続ける。 疲れた人が動き出すか、持ってきてもらった AED の指示があるか、救急隊員が来るまでとにかく押す。で、交代できる人がいたら疲れちゃう前に素早く交代。ちょっと変わって。いいよ。はい、交代。ふぅ、疲れた。胸骨圧迫で止まってしまった心臓の代わりに脳と心臓に血液を送ってあげるのだ。はい、交代。 交代早すぎだろ、ボバル。みんなも、アッパくんで練習しとくとバッチリだよ。心肺蘇生の中で一番大切なのは胸骨圧迫。アッパくんで胸骨圧迫を覚えたら、人工呼吸の練習もしてみよう。詳しくはこちらから。 胸骨圧迫続けろって。みんなも圧迫くんを使って練習してみよう。友達や家族にも勧めてね。プッシュプロジェクトからのメッセージです。Don't be afraid.Just do it. 一番の失敗は何もしないこと。 勇気を持って倒れた人に近づいて声をかけよう。救急アニメスクエボジョレイには講習会用に一時停止マークや電気ショック適用がない場合の対応、復習プログラムの入った DVD 版もあります。詳しくはこちらから。つーずーく。